はい、クラフク街歩き。やばい、馬車が縦列駐車、上がる。ここが中央広場ですね。ちょうど聖マリア教会鐘鳴りました。時刻は5時半です。これから列車のチケットを買うので、駅に向かって街歩きしてみましょう。お姉さんがポーランド語で呼び込みをしてましたけど、ちょっと値段を聞く勇気がないので値段は聞きません。聞いたらもう元に戻れない気がします。やばい。馬車4人いたら乗りたいですね。日本でいうと人力車のポジションですかね。旧市街の中は車が立ち入りできません。なので初日この辺に宿取ったんですけど、ウーバーは諦めました。ここが駅へ向かう目抜き通りです。ちょっと怖い、ほぼほぼみんながこっちに向かってくる。今日こそはあの正面に見えてるフロリアンスカモン通ってみたいと思います。今日変な人いないですね、大道芸みたいな。普通の観光地の通りになってます。本当にね、結構人が接近してくるんですよ。頭の後ろで声がするとか思って振り向くと、もうね、止まったらぶつかるっていうぐらいの距離にいるんですよね。びっくりする。おお、電気自動車、電気自動車入ってきてますね。おそらくガイドツアーですね。皆さんヘッドホンしてます。こういうガイドツアーもですね、もし2人以上だったら参加しようかなって候補に上がるんだけど、いかんせん一人旅はですね、そういうオプションに手を出しづらい。さあさあ、フロリアンスカモン近づいてまいりました。ポーランドでコンビニ見てないですね。このカルフールのエクスプレスっていうのはあるんですけど、なんか昔からある街の売店と大して変わらないです。はい、どんどん近づいてまいりました、フロリアンスカモン。アイスもまだ食べてないな、そういえば。ポーランド到着の日はですね、本当いろいろトラブル続きで、考えなきゃいけないことややることが多くて、景色を見てる余裕がなかったんですけど、なんかいろいろ見えてくるポーランド4日目です。ヨーロッパの古い街並み、こういう看板がぶら下がってるんですけど、今でこそ字が書いてありますけど、昔は識字率がそんな高くなかったので、絵で見てパッと分かるようなお店の
ロゴになっていたみたいです。本当は向こう側から中に入るっていう絵面が撮りたかったんですけどね、仕方ない。出口に向かうという絵面になります。おや、こちらに行くと絵が売ってます。綺麗ですね。玉の絵がすごい綺麗。じゃあ出口向かいますね。ここ左に曲がると門出ます。はい、出ました。で、正面に見えているのがバルバカン、要塞ですね。本当はこのクラフクの街全体が城壁で囲まれていて、それを守る砦になっていたみたいです。入場料を払うと中に入れます。何度もやってきているクラフク駅ギャレリアです、今日はこれから明日のワルシャワ行きのチケットを買いに行きます。では行ってみよう。さあ、ギャレリアこんな感じです。イオンモールみたいですね。今日宿を取っているカジミエ地区、ユダヤ人地区なんですけど、ちょっと魅力的なショップとか、ショップ?レストラン、カフェがあるので、近代的なショッピングモールで何か物食べたりお茶したりしたいっていうよりは戻りたいと思いますね。じゃあちょっとだけショップ見てちゃちゃっと帰っちゃいましょう。では恒例のスーパーマーケットツアー行ってみましょうか。このテントウムシがテヘってやってるのがクラックの東急ストアですね。まずは野菜のコーナーがあって、パプリカとかありますね。トマトです。ブドウとかもこれ出しあって、草から取っちゃうんですよね。ガチで買い物しちゃったんで、途中で撮影中断しちゃいました。これ行く波来る波がすごい激しい潮目が、もうクラックの駅何回も来てるからいい値段しか、もうどこに行けばいいのか分かります。ブラックチョコレートすごい安いんですよね。この暑さじゃなかったら絶対買って帰るんですけど、うまそうなんですよ。うまそうでしょ。これでいくらの資料かオランドリーの資料かな、ここにこれだけ入って27ドル。そしてそしてお世話になったというかトラブルになったプレイさんです。今この携帯にもこのプレイさんのSIMが入っています。お姉ちゃんいるかな。お姉ちゃん携帯お姉ちゃんいました。